長井食堂さん、まあ吉ズバリ、まあさすがにもうお客さん来てますよ。はい、JR 上越線の無人駅岩本駅です。まあこっからね、まあ右折して、まあ、県道65号線に入りますね。来るね。まあちょっと切っとこうか。はい、まあ、こちらのね、まあ、橋を渡るとね昭和村になるんですよ。まあ、よくねアグリーム昭和っていうのは、まあ、道の駅があるんですけど、足湯のある道の駅ね。65号線。でも今行こうとしているのはですね、まあ、アグリーム昭和ではないんです。ちょっと資料を見ないと正確な名称が出てこないんで、じゃあまた近く行ったら撮影しますね。はい、私の下屋町下です。まあ、ここでね、まあ、県道62号線です。まあ、上久屋町という場所です。もうそろそろね、まあ、目的地が近づいと思うんですよ。十二三神社、まあそこにはね、まあ、三神島と呼ばれているものがあるんですね。まあ養蚕の三の字にね神様、それにまあ塔。まあ、群馬絹井さんのね登録も受けてます。こちらはどうかな。はい、なかなかあれだね、難しいよね。ちょっと畑で野良仕事をされている方に、神社神久屋蛍の里。神久屋神社前。
上久谷神社前、まあ、バス停にですね上久谷神社前なんだそうです。ちょっと離れちゃいますよね。ふや。まあ、どうせならね。案内板が出てるとありがたいんですけど、ずいぶん走っちゃいましたよね、神社前から。これは赤い鳥居じゃありませんか。まあ、ちょっと調べていきますね。